名古屋ドームからお伝えしてまいります。セパ交流戦、中日ドラゴンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの3回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、今日はデーゲームなわけですが、デーゲームとナイトゲーム、西さんはどちらがいい悪いというのはあったんですか？まあ、朝早いのでね、デーゲームはちょっと苦手でしたけれども、まあ、ナイトゲームはね、やはり、お客さんもたくさん来ますからね。そうですよね。まずはドラゴンズの先発吉見が名古屋ドームのマウンドに上がります。今日勝てば5勝目になります。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。初球ボール、次は厳しいところに決めてカウントを整えたいですね。なるほど、そうですか。高め空振り、ボールになります。打ちました、取った、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている藤田、まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー吉見、そしてキャッチャーは加藤。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。さあ、まず1球目、最初は変化球、空振りです。これが2球目、引っ張った、これはどうだ、ファウルになります。打ちました、セカンドうまくさばいてアウト、2アウト。打席には3番バッター浅村、2アウトランナーありません。初球ボール、インコースへの変化球、ストライクです。3球目は何で来るか、打ちました、いい当たりだ、伸びていく、どうだ、入りました、ホームラン、先制ホームランです、イーグルス。ドラゴンズ初回いきなり先制弾を浴びました。低めのボール、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。ドラゴンズ先制を許します、1対0。バッターは振ってくるカウントなんで、もう少しボール気味でも良かったと思いますね。はい、右バッターだったんですがライトスタンドまで持っていかれました。完璧に捉えられてましたよね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。打席には4番バッターウィーラー。ドラゴンズ初回から先制点を許す形となっています。
小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ここからはきっちりと抑えたい。高めの変化球から入りました。得意のボールでストライクを取りました。2球目打ちました。ここはフライになっています。ショートが落下点に入ります。取ってスリーアウトです。しかしこの回イーグルス先手を取るソロホームランが出ました。1対0、イーグルス先制です。西さん、各球場特徴があるかと思うんですが、選手にとってはやりやすい球場、やりにくい球場というのはあるんですか？当然それはね、あるんですよね。ボールの見え方も違いますからね。まあ自分でも得意とする球場は分かってますよね。やはりそうですよね。イーグルスマウンドに上がるのは先発の美馬。さあ、ドラゴンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは大島。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。ファウルになります。ここもファウルです。3球目打ちました。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。そしてこれが今シーズン20本目のツーベースヒットということになりました。さあ、そして打席には京田が入っています。さあ、一打同点のチャンス。まあ、ここはアグレッシブに攻めていってほしいですね。なるほど、そうですね。まあ、彼の場合は右打ちもありやと思いますね。ああ、そうですか。送りバントだ。左方向へ転がした。ピッチャー取った。内野安打になった。さあ、逆転のランナーも出塁します。ここは最低でも犠牲ぐらいという場面ですね。そうですね。まずはボールから入りました。ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか一瞬の判断が難しいところですね。なるほど、そうですか。これが3球目。犠牲フライを狙う場面では今のような変化球を狙ってくるバッターもいますね。ああ、そうですか。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあ、バッターは何を。センターへ持っていった。ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰っていきました。ドラゴンズ同点、1対1。さらに二塁一塁のチャンスが続きます。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで同点です。このバッターはね、ここ一番という状況で結果出してますからね。いきなりリードを奪われたこのゲーム。しかし早くも振り出しに戻しています。さあ、そしてバッターボックスにはビシエドが入ります。さあ、チャンスが続きます。まあ、ここでつないでなんとか勝ち越しに持っていきたいですね。なるほど、そうですよね。ここは併殺だけは避けたいですね。そうですね。初球は外。手元でスルスルっと逃げていくボールですね。まあ、むやみに手を出すと引っ掛けてしまいますね。そうですね。さあ、何を狙っていくか。さあ、2球目は何か。ジャストミート、これは大きい。入った、入った、入った、ホームラン。高めに浮いたストレート、逆方向へ打ち返したあたりはフェンスを越えていきました。ドラゴンズ勝ち越し、4対1。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで勝ち越しホームランを放ちました。いや、手応えあったんじゃないですかね。ここで一気に勝ち越しに成功。さらに追加点までいけるんでしょうか。
打席には5番バッター平田。ドラゴンズホームランで勝ち越しています。西さん、先ほどはいい形で得点が入りましたね。まあ、なんとかしてやるぞという気持ちが伝わりますよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。インコース変化球決まりません。変化球が決まりました。ワンボールツーストライク。大きく外れました。外に逃げていくボール、よく見ています。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックスは6番福田。ワンアウトランナーなしです。ファウルになります。落ちるボール、ノーボールツーストライク。さてバッターボックスの福田、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、リストが強くてね、逆方向へも一発が打てるバッターですね。なるほど、そうですか。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターは7番に入っている溝脇。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ボールになります。引っ張った、これはどうか。セカンド取る。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点でリードしました。1回終わって4対1、ドラゴンズ大逆転に成功しました。2回に入ります。追いかけるイーグルスの攻撃、打順は5番田中。さてドラゴンズの先発は吉見、今日が9試合目の登板です。前回の登板は6イニング投げて自責点に、打線の援護がなく負けがついています。初球ボール、改めてお聞きします。バッターの田中、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、右打席でも左打席でも外野オーバーが狙えるスイッチヒッターですね。そうですか。スライダー決まりました。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打った、この当たりはどうか。このフライはどうだ、落ちるか。レフトが取りました。ワンアウトです。さあバッターは島内。センター島内、背番号35。
最初はボール。ナイスボールですね。はい、変化球が決まっています。高めの変化球は決まりません。変化球が低めに外れます。外れてフォアボール、ワンアウトからランナーを出してしまいました。ランナーを出すということはね、余分な神経を使いますからね。そうですよね。外から入りました。ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。ここはゲッツーを取るようなピッチングがあり。打ちました。ショート取った。二塁アウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。ランナー背負って苦しい場面だったんですけど、よく踏ん張りましたね。ランナー出ましたが、イーグルス得点には至りませんでした。4対1、ドラゴンズがリードしています。2回裏に入ります。ドラゴンズの攻撃、8番バッターはキャッチャー加藤。ドラゴンズリードで迎える2回の攻撃です。西さん、まずは出塁してプレッシャーをかけていきたいですよね。まだ序盤ですからね。相手の打線を考えると繰り返される可能性がありますからね。そうですね。ファウルになります。三振になります。ワンアウトです。ピッチャーに打順が回って、先発の吉見がバッターボックスに入ります。まあ、打てないにしてもね、球数投げさせるくらいはしておきたいですね。そうですね。初球甘いコース、バットが出ませんでした。変化球、これは空振りです。あっという間に2ストライクです。打ちました。打球はライトへ。この打球はフライになっています。打順は1番に返ります。バッター大島。前の打席はフォークをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあ、ここは引っ張った。ライトへ打球伸びる。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。2回終了、4対1、ドラゴンズがリードしています。小宮山さん、ここまで立ち上がりのピッチングをご覧になっていかがですか？どうでしょうね。そんなに悪くはないとは思うんですけど、まだちょっと微妙な感じですかね。まだ小宮山さんから太鼓判はいただけないようです。小さく変化させました。次が2球目。
インサイド落ちました。キャッチャー弾く。ファウルになります。インサイド打ち上げました。打球はレフトへ。レフトが取りました。次はピッチャーの打順ですが、先発の美馬がバッターボックスです。まあ、打たれてはいけない相手ですからね、しっかり抑えたいですね。そうですね。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってツーアウトです。打順はトップに帰って茂木、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。この回の吉見4球でツーアウトにしています。すごくいい内容で投げていると思いますよ。はい、そうですよね。変化球タイミング合いません。ボールになります。インコース打ちました。いい当たり。ファーストの横抜けました。ライトの前、あっという間にライトへ。ツーアウトランナー一塁。さあ一塁にランナーを許しています。バッターは藤田、そして一塁ランナーは茂木。まあここはランナー初球打ち、これはどうか。セカンド取った。一塁送球、ドラゴンズピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。試合を優位に進めていくためにも無失点で切り抜けたいですね。なるほど、そうですね。まあただこういった場面でも力を出せるピッチャーですから期待していいんじゃないでしょうかね。はい、さあここを切り抜けられるでしょうか。次は甘くなるくらいならボール気味でいいですね。はい、さあ3球目は何か。ストライクを取ってこれで追い込んだ。さあ勝負してくるのか。空振り三振。ここは投げ勝ちました。なんとかここは抑え切りました。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。まあこれぐらいの気迫は必要ですよ。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。4対1ドラゴンズがリードしています。西さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。いい流れでここまで来てますね。まあ主導権を握れますからね。確かにその通りですね。よく見ましたね。はい、インコースわずかに外れてボール。ボール先行です。スライダーできました。さあ4球目は何か。ボールになります。ストライクになります。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。インサイド落ちました。入れました。ファウルボール。よく見極めました。フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。
このランナーを返したい。そうですね、ボールがよく見えてるんでしょうね。フォアボールで一塁に歩きます。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。なるほど、そうですね。打ちました、流しました。レフトへ打球伸びる。レフト掴んでワンアウト。バッターボックスは4番ビシエド。先ほどの打席で勝ち越しとなるスリーランホームランを放っています。いや、いいところで打ってくれましたよね。はい、ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトになっています。ランナー動いてきませんね。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここはいいバッターなんでバッティングに期待ということかもしれませんね。あ、なるほど。打ちました、浅村。二塁そのまま入ってフォースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー、ご覧いただきましょう。最後はダブルプレーに終わってしまいました。もうちょっと慎重にいってもらいたいですよね。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。3回終わって4対1、ドラゴンズがリードしています。4回に入っていきます。追いかけるイーグルスの攻撃。バッターボックスには4番ウィーラー。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ドラゴンズリードで迎える4回です。いい球でしたね。インローへキレのある変化球が決まっています。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで6試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあ、そうですね、目のいいバッターですから不利なカウントにならないようにストライク先行でいきたいですね。なるほど、ではバッテリーの組み立てに注目ですね。初球は外。できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここはバッター少々のボール球を当てに行きますよ。なるほど、さあどう来るか。いい当たり、これショートの横抜けた。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー二塁一塁。打順は6番島内。ドラゴンズ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんでここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ点を許したくないこの場面。2球目は何で来るか。インコース詰まりました。これはショートライナー。さあそして打席には銀次が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたがまだピンチは出していません。まあここもしっかり抑えてこのピンチを出したいですね。なるほど、そうですね。
これが2球目。あっと外れた。さあ追い込みました。まあ、ピッチャー有利のカウントですから、インコースのストライクからボールになるような球で勝負ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。小宮山さん、ゲッツーを狙うには高め打ちました。これはどうか。取った。二塁へ。二塁はセーフ。セカンドのフィルダースチョイス。同点のランナーも出してしまいました。ワンアウト満塁です。こういう時こそしっかりと冷静にいってほしいですね。まあ、勝負強いバッターを迎えてますから配球には十分注意が必要だと思いますね。その警戒すべき島がバッターボックスです。さあ2球目は何か。内へ曲げてきました。まあ、インコースのボールに差し込まれないように気をつけたいですね。はい。外。外の低め見極めます。これは見送ってボール。満塁でフルカウントとなりました。これが6球目。レフトへ掴みます。タッチアップ。サードランナースタートを切る。ホームへ。タッチアップできません。さあ打席には先発の美馬が入っています。ここは代打で点を取りに行った方が良かった気もしますね。そうですね。さあ満塁の場面を迎えています。次が2球目。変化球打った。ボテボテのピッチャーゴロ。抑えた。一塁アウトでスリーアウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。4-1。ドラゴンズがリードしています。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターボックスには5番平田。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい。ここは積極的。2球目打ちました。ここはフライになっています。浅村抑えてワンアウト。バッターボックスには6番福田。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。美馬まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド高い打球右中間へ。この打球はフライになっています。ライト掴んで2アウト。バッターボックス溝脇。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。2アウトになっています。この回のドラゴンズ打線ですが早くも2アウトになっています。まあ簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。高め打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。これが今シーズンの初ヒット。2アウトランナー1塁。8番バッター加藤。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。三振です。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。4回終了4-1。ドラゴンズがリードしています。小宮山さん、
ここまでのピッチングご覧になっていかがですか。可もなく不可もなくという感じでしょうけど、できるだけね終盤までこのような状態でいってほしいなと思いますね。なるほど。初球ボール、打ちました。これはどうだ、強打、一塁へ、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。さあランナーを一塁に背負います。バッターボックスには藤田、そして塁上には茂木、盗塁も考えられますから警戒はした方がいいでしょうね。どう動いてくるでしょうか。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。キャッチャー強肩ですからランナーも警戒していると思いますね。そうですね。次は迷ったらアウトローのストレートですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。打席には3番バッター浅村、今日はホームランを放っています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナー一塁です。2球目は何で来るか。アウトコース外れました。走ってはきませんが一塁ランナーは俊足です。打ちました。セカンド取った。セカンド送球、セカンドフォースアウト。4番バッターウィーラー、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ゲッツー崩れでランナー残りました。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。強打が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがイーグルス得点はありませんでした。4対1ドラゴンズがリードしています。西さん、ここまでの展開ご覧になっていかがですか。いや、いい流れだと思いますね。ピッチャーも頑張ってますし打線もいいつながりができていると思います。そうですよね。これが2球目、見送っています。ボール、膝元へ変化球が決まります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。外へのカーブ外れました。打ちました。セカンドうまくさばいてアウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター大島、先ほどの打席はライトフライに倒れています。先ほどはいい当たりだったんですけどね。タイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。まずはワンアウトを取っています。さあ2球目は何か。低め、これは決まった。ノーボールツーストライクです。
次が3球目。引っ張った。取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには2番京田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ストライクです。低めの変化球は決まりません。一塁。バッターボックスには3番アルモンテ。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はあわやという打球でしたよね。まあ、タイミングが合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。牽制、一塁はセーフ。外に決まりました。キャッチャー送球して盗塁成功です。きっちり盗塁を決めてきました。まあここまで来たらバッターだけに集中した方がいいかもしれませんね。これで1本出ればランナーが帰ってきますね。空振り三振。前にボールを飛ばせません。三振で攻撃を終えました。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。5回終わって4対1、ドラゴンズがリードしています。まずは初回、ランナーのいないこの場面、3番バッター浅村、3球目しっかりと捉えました。ドラゴンズ一振りで先制点を奪われます。しかしドラゴンズすぐさま反撃、一打同点という場面、迎えるは3番アルモンテ。追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。ドラゴンズここで追いつきました。さらに続きます。ノーアウト一塁二塁のチャンス、4番ビシエド、2球目しっかりと捉えました。ドラゴンズこの一発で勝ち越します。3回の表、このピンチの場面、最後は力のあるボールで三振。ここはしのぎます。4回の表、ピンチの場面だったんですが、しかし内野ゴロに仕留めます。得点を与えません。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。5番バッター田中、まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。インサイド落ちました。ファウルになります。これもファウル。3球目は何で来るか。インサイド落ちました。これ破りました。センター前。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。6番バッター島内、先ほどの打席はショートライナーに倒れています。いや、しっかり捉えたいい打球でしたから、ここは注意した方がいいですよね。なるほど、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。さあ追い込んで次は何で来るか。まあ、早めに追い込めたんで、思い切ってインコースの厳しいところを突きたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。次が4球目。打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ライトが取りました。バッターは7番銀次。ワンアウトになっています。
最初は変化球できました。一塁ランナーはそのままです。当然ノーマークにはできませんよね。これで追い込みました。まあ、もう一球は外してもいいので、思い切って内側をえぐるような球を投げ込みたいですね。なるほど。さあどう来るか。変化球空振り、ツーアウトになっています。バッターボックスは8番島。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。はい、そうですね。ツーアウトランナー一塁です。走りませんね。インコース詰まりました。ここはフライになっています。京田が抑えてスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがイーグルス得点には至りませんでした。4-1、ドラゴンズがリードしています。6回の裏、さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。バッターはビシエド。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。ドラゴンズリードで迎える6回の攻撃です。外れてボール。スライダー決まります。ワンボールツーストライクです。打ちました。痛烈、あっと強い当たり弾いた。ボールを拾ってアウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスは5番平田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。三馬、まずは先頭バッターを打ち取っています。次が2球目。2球目も決まります。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターボックスは6番福田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球変化球は空振りです。ファウルになります。弾き返した打球はレフトへ。ウィーラーが抑えてスリーアウトチェンジです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。6回終わって4-1、ドラゴンズがリードしています。これから7回。この回ピッチャーからの打順でしたが、ここでイーグルス代打を送ります。バッターボックスには代打の今江。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。うん、そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。インサイド変化球決まっています。
打ちました。強打、一塁送球します。アウト、ワンアウトです。打順はトップに帰って茂木、まあ、ここはさっき打たれたスライダーの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。高めの変化球から入りました。変化球外れました。打ちました。詰まりながらもセンターへ。この打球はフライになっています。上がりすぎました。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。バッターの藤田、ここのところ5試合で打率が2割を大きく下回っていますが、ちょっと調子を落としているんでしょうか。今日見る限りではしっかり振れているので大丈夫だと思いますけどね。なるほど、今日の調子はどうなんでしょうか。2球目は何で来るか。絶妙のコントロールですね。アウトローの変化球、キレがあります。惜しいですね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。打ちました、流しました。これはサードライナー。反撃したい楽天でしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対1、ドラゴンズがリードしています。さあ、そしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。7回の裏、ドラゴンズの攻撃です。そしてイーグルスはピッチャーが変わります。石橋が2番手としてマウンドに上がります。西さん、ここで追加点を取ると取らないとではだいぶ余裕が違いますよね。いや、もちろんですね。この辺の1点2点というのは非常にチームにとって大きいですよ。さあ、その1点取ることができるんでしょうか。インコース、ノーボール2ストライク。インコース詰まりました。取ってワンアウトです。バッターボックス加藤、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ワンアウトランナーなし。これが2球目。いい球ですね。はい、変化球が決まっています。あっという間に2ストライクです。これが3球目。今のはよく見ましたね。はい、低めわずかに外れてボール。4球目は何で来るか。ファウルになります。ボールカウントは1ボール2ストライクです。打ちました。弾き返した打球はライトへ。ライトが取りました。2アウトです。バッターボックスには代打の亀澤。2アウトになっています。これが1球目。ちょっとすっぽ抜けた感じです。
高め外れてボール、ボール先行です。アウトコースへ決めました。打ちました。この打球は落ちるか、どうだ。田中が掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ三者凡退です。7回終わって4-1、ドラゴンズがリードしています。これから8回イーグルスの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。祖父江が2番手としてコールされています。ここはきっちり抑えてリードを守りたい場面となりました。浅村がバッターボックスに入ります。今日はホームランを放っています。ドラゴンズリードで迎える8回です。際どいコースに送ってストライク。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。バッターボックスは4番ウィーラー。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーありません。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。打ちました。ピッチャーゴロ。亀沢ツーアウトになりました。バッターボックス田中、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。ちょっとすっぽ抜けた感じです。さあ2球目は何か。変化球タイミング合いません。ストレートですね。インロー指にかかったストレートで空振り。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。反撃したい楽天でしたが、ここは三者凡退に終わっています。4-1、ドラゴンズがリードしています。8回の裏に入りました。ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは大島。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ドラゴンズリードで迎える8回の攻撃です。西さん、点差がありますんで、ここは自由に打たすところですが、どうですか。まあ当然そうなりますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。いいところへ決まります。ノーボールツーストライクです。ボールになります。いや、よく見ましたね。素晴らしい選球眼ですね。外の変化球わずかに外れました。打ちました。これはどうか。このフライはどうだ。落ちるか。レフトが取りました。ワンアウトです。バッターは2番京田。今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せています。まずはワンアウトを取っています。よく見ています。さあ3球目は何か。落ちるボールはこれは外れています。
インコース詰まりました。今江が掴んでツーアウト。3番バッターアルモンテ、先ほども打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。ツーアウトになっています。次が2球目、入りました。次が3球目、外は入っています。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。センターに抜けました。これでマルチヒット。2アウトランナー1塁。バッターボックスビシエド、今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。今のは内頃のボールでしたけどね。はい、そうですね。さあ勝負してくるのか。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。8回終わって4対1、ドラゴンズがリードしています。さあ最終回、名古屋ドームが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。ドラゴンズの守護神マルティネス、声援を背負っての登板となります。西さん、非常にいい流れのまま9回を迎えることができたと思うんですが、どうでしょうか。いや、そうですね、チームとしてはこういった試合は理想的だと思います。そうですよね。インサイド落ちました。これはファウルになりそうです。ファウルになります。低めは外れました。変化球空振り。まず一つアウトを取りました。打席には7番バッター銀次、今日はまだ当たりがありません。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。高めのボール、打球はセンターへ。ここは打ち上げています。打席には8番バッター島、今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。さあ勝利まであと1アウトとなりました。そうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。2球目は何で来るか。2球目決まっています。3球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。島ヒットが出ます。2アウトランナー1塁。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。2球目も見送っています。インコース詰まりました。ここはフライになっています。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト。試合終了です。ドラゴンズが見事勝利を収めました。
小宮山さん、なんとかリードを守りきりましたね。そうですね、こういう試合をものにしたということがやっぱり大きなことなんだというふうに思いますね。ひょっとするとチーム力も上がったかもしれませんね。勝ったドラゴンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のイーグルスですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで名古屋ドームから失礼いたします。